中の森で行われる一戦、直線の攻防にも注目です。東京新聞杯 1600m、 まずまず揃って飛び出しました。さあ先行するのは何か。先頭に立ったのは9番湘南マグマ。大方の予想通りであります。ピースワンパラディ外を通ってシュリーバルコニア、そのうち2番ウィンカーネリアン、カイザーミノル、そしてその後ろから5番インダストリア、それからエアロロノア、外から1頭プレサージュリフト。まもなく第3コーナー内を通って4番ピンハイナミュールがこれを追う展開になりました。そのうちに1番プリンスリターン、それからもう1頭3番ヤスティンカフェ、外を通りまして13番サクラトジュール、そしてその後ろから6番マテンローリオン。府中のスタンドが揺れています。先頭を行く黄色い帽子は湘南マグマ、一番内湘南マグマが頑張っている。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外から来た来たナミュール、一気に襲いかかる先頭湘南マグマ、しかし差はそれほどでもない。怖い馬が来た。15番ナミュールだ。さあ抜けました。カルコニアナミュール懸命に追う、ムチが飛んでいるナミュール、このまま粘れるか。カルコニアこれは半死です。ナミュール懸命に追った。カルコニア先頭、カルコニアが勝ちました。ナミュールは2着3着にプレサージュリフト。1着8番、2着15番、3着16番以上のように確定しました。府中の森で行われる一戦、直線の攻防にも注目です。さあ飛び出した16頭、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。湘南マグマが行く構え、シュリがその後ろ、そのうちからは8番バルコニア、そしてその外にピースワンパラディ、2番ウィンカーネリアン、外を通りまして11番カイザーミノル、14番エアロロノア、その後ろでやりましょうか。ピンハイ外から1頭13番サクラトジュール。さあ第3コーナーに差し掛かります。内から1頭1番プリンスリターン、その外に5番インダストリア、そして1番人気のラミュール、うまくいっているんではないでしょうか。プレサージュリフトほとんど馬体が合っています。そしてそのうちにタイムトゥヘブン。さあ場内が騒然としています。ナミュール直線の伸び足はどうか。湘南マグマが抜け出した。外から懸命にカルコニア、2番手にカルコニア、頑張る頑張る湘南マグマ、シュリー懸命に追う、何か突っ込んでくる。3番ジャスティンカフェか、ここからどう伸びるか。ジャスティンカフェ、さあ先頭は湘南マグマが半馬身リード、外から1頭ナミュールが3番手、サクラトジュールがかわした。ずらーっと横に開いての激戦だ。サクラトジュールかナミュールか、さあこの1着は際どいぞ。2着15番、3着9番以上のように確定しました。府中の森で行われる一戦、直線の攻防にも注目です。ゲートが開いて飛び出した16頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行争いであります。10番ピースワンパラディが上がってまいりました。そして2番手に湘南マグマ、それからバルコニア、内から1頭ウィンカーネリアン、その後ろ3馬身くらいあって12番シュリー、5番インダストリア、外から1頭11番カイザーミノル、その後ろでやりましょうか。プリンスリターン、その外に14番エアロロノア、それからピンハイ、15番ナミュール、外から行こうというところ、タイムトヘブンがそのうちにいます。そしてその後ろからサクラトジュール、それからもう1頭プレサージュリフト。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは9番湘南マグマ、外から懸命にカルコニア、ナミュール、まだ来ないのか、まだ来れないのか。依然先頭湘南マグマ、ちょっと差がある。カルコニアが2番手、先頭湘南マグマ、しかし差はそれほどでもない。外からはカルコニア、外から何が来ているのか。ナミュールか湘南マグマが抜け出した、捉えた、かわした。ピンハイジャスティンカフェ懸命に追った、ムチが飛んでいる。ジャスティンカフェ外からジャスティンカフェ1着ピンハイ2着ジャスティンカフェ。
いい感じですね。1着4番、2着3番、3着13番以上のように確定しました。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した16頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは9番湘南マグマが行く構え、そしてそのうちにバルコニア、2番ウィンカーネリアン、シュリがその後ろ、内から1頭ピースワンパラディ、14番エアロロノア、そしてその後ろからカイザーミノル、ピンハイがそのうちにいます。それからもう1頭13番サクラツジュール、外を通ってプレサージュリフト、そして内からはプリンスリターン。ピンクの帽子にご注目ください。これが1番人気のナミュール、そのうち5番インダストリア、その後ろでやりましょうか、タイムズヘブン、ちょっと離されましてマテンローリオン、府中のスタンドが揺れています。ナミュール直線の伸び足はどうか、依然先頭湘南マグマ、ちょっと差がある。外からはパルコニア、2番手にパルコニア、湘南マグマが抜け出した。外から何が来ているのか、プレサージュリフトか、ムチが飛んだ、ルメールとプレサージュリフト、抜けた。8番パルコニア、ジャスティンカフェが差を詰めてきた、3番手にジャスティンカフェ、おーっと内をこじ開けてジャスティンカフェが2番手、1着プレサージュリフト、そして2着はジャスティンカフェ。6番、2着、3番、3着、6番以上のように確定しました。